どうもあさんです、今日なんですけども、プロの思う優良点と、負けてる人の思う優良点の違いっていうのを動画に撮っていきたいと思います。でまずはじめに僕はパチンコスロットに関する動画を上げますので、まあ、パチンコスロットに興味ある方はぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。でたまにツイッターの方で稼働の方を、ツイートしますので、まあ、もしねそれに興味ある方は概要欄からツイッターの方フォローしていただけると嬉しいです。じゃあ早速本題に入っていくんですけど、打ち手にとっての優良点とパチンコ業界が思う、優良点っていうのはまず違いますね。じゃあパチンコ業界から見て優良点っていうのはどういう、店が優良点かって言ったら、法律に従うお店ですよね。例えば区議調整って、業界から見たら普通にタブーなんですよ。だから、区議調整を行わない、お店は優良店やと多分思われてると思うんですよね、業界から見たら。これは僕業界人じゃないので、僕の勝手な憶測になってしまいます。でそれを信じて、負けてる人っていうのは、区議調整をしてないお店が優良店やと思ってる人が中にはいるんですよ。これね、実際に僕何回もね直接会ったことあるんですよね。そういう人に、大手やから CM してるから周りの人がみんな言ってるから優良店ってマジで思ってる人がいたので、だから今日こういう動画を撮ろうかなと思いました。じゃあ逆に僕視点で考えますね。僕視点で、僕が思う優良店ではないお店っていうのは万年釘の店です。これに尽きるんですけど、これどういうことって言ったら、釘調整を全くしないお店ですね。だからもうおかしいじゃないですか。パチンコ業界から見て優良店っていうのは釘調整をしないお店、僕買ってる人から見て優良店ではないお店っていうのは万年釘。プロが思う優良店っていうのは業界から見たらもしかしたら優良店ではないと思われてるかもしれないです。なんでじゃあ万年釘のお店が僕は優良店ではないと思っているかって言ったら、基本的にその万年釘っていうお店はプラスに転じるような台はないですね。で仮にそういうお店って、ちょっとやり手の人とか、プロの人が、この台万年釘の店で A 台見っけた、ずっとずっとこれで食えるわと思っても、そういう時だけ閉めるように調整していくんですよ。基本的に万年釘のお店っていうのは開きはせえへんけど閉めてくるっていう店が僕は多いと思っています。僕の地域ではそうなんですけど、で、そういうお店っていうのは客との勝負を一切する気ないですね。これがどういうことかっていうと、一方的に勝ち試合しか作らないみたいな感覚ですね、簡単に言ったら。だからもう客に負けるような、展開しか作らない調整なんですよね。勝てるような台を1台も置かないみたいな、パチンコに関してですよ、ようあって遊ばす調整みたいな、ようあって遊ばす調整、プラマイゼロみたいな台しか作らないっていうお店が多いと思ってます。じゃあ、僕が思う優良店とは、どういうお店かって言ったら、しっかりと日によって調整してくれるお店が僕の中で優良店です。これがどういうことかって言ったら、店の売り上げを考えて、例えばお客さんから取りすぎたな、今ちょっとこれ取りすぎてるわ、じゃあちょっと還元日に還元しよう、特定日もっと強くしようぜって言って特定日に釘で調整してくれるお店、例えばスロットで言ったら設定を入れてくれるお店、そういうお店が僕の中では優良店やと思っています。負けてる人の結構半分ぐらいがこれ僕思ってるかなって思うんですけど、 CM してるから大丈夫、大手やから大丈夫、周りのみんなが行ってるお店やから、地元で一番人気のお店やから大丈夫って思って、そのお店を選んで通い続けてる人は、基本的に今後も絶対負けていくと思います。僕の地域の話で、申し訳ないんですけど、基本的に僕の行ってる通ってるお店っていうのは、周りのみんなから人気のない店ですね。例えば友達に、どこ行ってんのってたまに聞かれるとことあるんですけど、この店やでって言ったら、そんな店で良くないやろみたいな、ここどうなんで、そのここどうなんっていう時、大概ね大手の名前出されるんですよ。地元で人気な店の名前出されるんですけど、その店全然俺使わんなみたいな。だからね、結構意見が全然違うんですよね。その、趣味でパチンコ売ってる人のいいって思うお店と、僕が、生活をかけて売ってる僕が思ういいっていうお店が全然違うんですよ。なのでまずパチンコで勝ちたいんやったら、自分にとって優良点を見つけることから始めていった方がいいです。これがどういうことかって言ったら、パチンコ業界から見て優良点ではなくて、打ち手にとって優良点の店を、探していくことがまずは、勝つための第一歩なので、いろいろ僕動画出してるんですけど、例えばマイホールの立ち回り方とか釘の見方とか、初見の店の立ち回り方とかいろいろ出してるんですけど、結局は店選びがほんまに
勝つためにすごい重要なウェイトを占めているので、まずは店選びをすることから、始めた方がいいと思います。まあ、打つより何より、回る台を探すよりまずは、調整してくれる店を探すことがまず先決なので、まずねそこから始めてほしいなと思います。特に今の時期、まあ、今日撮影日が5月の24なんですけど、まあ、6月から、まあ、6月 今の時期から6月中旬、まあ、終わりにかけて、打てる状況が少ないので、そういう状況の時って、まあ、パチンコ打ちたい気持ちは分かるんですけど、今やったら天井狙いしたり、もしね今後でパチンコで勝ちたいと思うんやったら店選びに時間を割くべきだと僕は思っています。まあ、収支が全然マイナスでも考え方が変われば必ずプラスに転じると僕は思っているので、パチンコで勝ちたいならパチンコの期待でいってほしいなと思います。もし今日の動画が良ければ、最後に高評価ボタンを押してもらえると嬉しいです。今日の動画は以上です。では。